皆さんこんにちは、コトラの原田です。先日は三菱 UFJ 銀行の市場部門データサイエンティストをお迎えしてのウェビナーにご参加いただき誠にありがとうございました。ウェビナーにはデータサイエンティストとしてのキャリア形成にご興味をお持ちの100名以上の視聴者に参加いただきました。今どのようなキャリアを歩むべきかなど、あまり世に出ていない現場の情報を含めカジュアルな議論がなされ、視聴者から多くのご質問が寄せられました。今回の動画はウェビナーの中で答えきれなかった質問に回答する動画となっております。ぜひご覧ください。まず一つ目のご質問ですが、1番目、オンコーグループの中に JDD という会社もあると思うんですが、そことの住み分けがあるのでしょうかというご質問があります。先方セクションの方にご回答いただいた回答内容ですが、JDD は三菱 UFJ フィナンシャルグループ内の企業ではあるものの、別会社となっており、三菱 UFJ 銀行に限らず機械学習の案件を受注追行する組織です。一方、イノベーションチームは三菱 UFJ 銀行と三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の両方に所属する市場部門の組織です。そのためより市場部門のユーザーに近い立場により、また市場部門にいることで市場業務のドメイン知識を持っており、より現場に眠る課題を発掘できやすい立場になります。このような位置づけから社外の専門企業として全般を担当する JDD と三菱 UFJ 銀行、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の市場部門に特化するイノベーションチームとで住み分けが行われています。業務的に住み分けてはいるものの、MFG グループ内の論文読み会などで交流をしている形となっております。それでは2番目の質問ですね。銀行のエンジニアというとほぼ外部委託で行員はベンダーコントロールをしているといったイメージなんですが、いわゆるエンジニア人材や業務などはあるのでしょうかといった質問があったんですけども、こちらに対するご回答ですが、一般に銀行で開発というとベンダーコントロールが主になることが多いのですが、我々のイノベーションチームでは機械学習モデル構築運用に関する業務について自分たちでコードを書き、クラウド上でアプリケーションを構築する、いわゆるエンジニア業務があります。内部データの分析から OSS を組み合わせて機械学習モデルの構築、必要であれば OSS へのコントリビュートも含む、またその先の運用まで行員が担当します。その中で機械学習モデル構築運用からは離れる部分に関しては外部メンバーと協力しており、チームとしてのコア業務とそうでない業務といったところで住み分けをしています。次の質問ですが、データ分析に際してドメイン知識、金融や銀行業務はどれくらい必要ですか。例えばデータのカラムを理解するのに必要なドメイン知識はどの程度でしょうかといったご質問ですね。こちらに対する回答ですが、一般的な回答は難しいのですが、足元の案件では解くべき問題に落とし込んだ後にデータを分析をする段階では、ドメイン知識をもともと持っていることを要求される場面はあまり多くないです。通常の開発と同じく必要に応じて関係者にヒアリングできれば問題ありません。次の質問ですが、差し支えなければ分析環境、利用している言語やツールなどを教えてください。例えば AWS 上にデータマートがあり、 Python で前処理、 EDA モデル訓練テスト実装など、こちらに対する回答ですが、AWS のマネージドサービスとして Sage Makerを使っており、その上で開発を行っています。AWS 上に校内データレイクがあり、 Python や既存 DB の SQL で前処理、 Python で EDA 機械学習モデルの訓練コードやテストを実装しています。次の質問ですが、金融機関でデータ分析をする中で Kaggle などのデータ分析との違いや金融機関内でのデータ分析特有の難しさを感じる点はございますでしょうかといった質問があります。こちらに対する
回答ですが、少しちょっと長くなるんですけども、違いは3点ございますと。1点目はカバー範囲の違い、2点目はデータの扱いの違い、3点目は精度以外の観点の違いです。1点目のカバー範囲については、カグルではデータと課題が用意されてからスタートですが、実務では機械学習を適用すべきかどうか、すべきであればどの手法が良いか、データは揃うかなどの分析以前からスタートし、モデル構築後の運用までをカバーする必要があるため、カバー範囲が広いです。2点目のデータの扱いについて、カグルなどのデータ分析コンペで公開されたデータを使いますが、金融では厳しい情報セキュリティ基準を守られた自社内保有データを使います。そのためデータの扱いが厳格で、厳しい基準を守りながら精度を追求する必要があります。3点目の精度以外の観点の違いですが、カグルなどのデータ分析コンペでは制約の中でモデルの精度の違い、精度のみを競いますが、業務ではユーザーに機械学習モデルの出力について解釈し説明する責任があるため、精度以外に解釈性の高さも機械学習モデル選択の重要な観点となります。次の質問ですが、外注する部分と内製化する部分はどのような基準で分けているんでしょうか。またブラックボックス化を避けるためにどのような工夫をされていますか。よろしくお願いいたしますといった質問だったんですけれども、こちらに対する回答ですが、金融のドメイン知識が関わる部分および機械学習モデル構築の開発運用に関わる部分は内製化しています。また足元リソースが限られているため、一般的なクラウドの知識で対応できる部分については外注を利用しています。ただブラックボックスとならないように AWS の資格を取得するなど、必要になれば自ら構築できる知識を身につける努力を続けています。はい。次の質問ですが、金融へのデータサイエンスや機械学習の応用ですと、海外ではオルタナティブデータや、ティックデータなどの分析や、強化学習の応用などの発表を、主に前者ですが見かけます。将来的にはこのような方向に進む可能性が高いのか、リコメンデーションやマッチングなどといった他業種でも盛んな手法の導入を進めていく見通しなのでしょうかといったご質問があります。こちらに対する回答ですが、足元はチームとして実績を積むフェーズのため、他業種でも実績のある手法を社内事例に適用するケースが多くなる見込みです。しかし将来的には分野を限らず解決ニーズの高い課題に対し、有効な手段は何でも取り入れ適用していく予定です。次の質問になりますけれども、こちら、とても素晴らしい学歴と経歴をお持ちですが、コンツやデータサイエンスと知識があれば相場で勝ち続けることや将来を正確に予想することは可能になると思われますか。なかなか難しい質問なんですが、こちらに対する回答ですが、可能ではないと個人的には考えます。相場に勝てるかどうかはそのほとんどが運であり、その運を少しでも良くするため、また運が悪い時に大損をしないために、他の人よりも市場を知っていることが必要です。市場を知るために必要だが、他の人が習得利用しにくい知識がクオンツやデータサイエンスの知識なのであれば、多少相場で勝つことに寄与するかもしれません。次の質問ですけれども、データサイエンティストの業務は多岐にわたり、例えば海外先行論文のリサーチなども必要になってくると思います。学術論文のデータについて Web of Science や Google Scholar、Microsoft Academic などまた日銀論文など日々どのように情報収集されているんでしょうかといった質問なんですけども、こちらに関してのご回答ですが、ご記載いただいた論文の他に一例ですが、カグルで上位の解放に使用された手法を論文や実装例などで調査しています。次の質問ですが、こちらデータレイクなど校内データに簡単にアクセスできる環境はございますでしょうか。データのありかを探して所管部署との交渉から始める必要はありますでしょうか。こちらに対するご回答ですけれども、データレイクは存在するものの、全てのデータがまだそこに存在するわけではないため、データのありかを探してデータをもらうところからのスタートが多いです。
最後の質問ですけども、理系修士は必須でしょうか。まあ、確かに出られてた方、皆さん修士とか博士持ってらっしゃったので、そういう感じの印象を受けるかもしれないですけども、ご回答ですが必須ではあります。もともとのこちらのクォンツグループのチーム構成でいうと、確かに修士の方多かったかもしれないですけども、今回このイノベーションラインでは新しい領域でデータサイエンスの部分をですね担うということになってますので、まあ、データ分析のスペシャリストとしての素養だったりとか、そういったものを重視されているということだと思います。三菱 UFJ 銀行のクォンツ開発グループ、デスククォンツ&イノベーションラインの特徴ですが、こちらは市場部門に密着し、データ分析によるさまざまな課題の解決を担う部署です。ファクトファインディングから部署と連動して取り組むことで、より実効性の高い課題解決を目指しておるということ、それとコーディングまで自らこなせる手触り感といったところが魅力のチームとなります。ご興味をお持ちの方は、ぜひ三菱 UFJ 銀行にご応募ください。その他関連求人情報や最新の転職市場動向などを知りたい方は、情報収集でも構いませんので、お気軽にコトラまでご相談ください。今後もコトラではウェビナーの情報や最新の転職動向を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本編のご視聴を希望される方はコトラまでお問い合わせください。